お疲れ様です。ストイックスノーのアービーです。4月の1週目でホームゲレンデがクローズしたんですが、2週目に早速バックカントリーに行ってきました。家から2時間半のところにあるグレーシャー国立公園の中のロジャースパスというエリアで滑ってきました。ここは雑巾を絞るように雪が降るなんて言われている豪雪地帯です。真冬に行くのは雪崩が怖いので、いつも4月の中旬頃の雪が落ち着いた頃に 1、2回滑りに行っています。うわ、例年は春の暖かい日差しの中ピクニック気分で登るんですが、この日はマイナス11°C と真冬の気温で、雪も30センチほど積もっていました。滑り降りるポイントまで約4時間ハイクします。全行程の3分の2は緩やかな登りで、後半にガツンと急な場所を登り、そこからもう少し尾根に沿って緩やかな斜面を登ってきました。国立公園ということもあり、登っている間目の前には絶景が広がっています。下から滑り降りてくるラインを観察。ここまで来るとワクワクしてきて、登ってきた疲れを忘れてしまいます。後半の急登、ここが一番辛かったです。急な斜面を登りきり、最後に尾根に沿ってもう少し登ります。ここまで3時間は登っているので、緩やかな斜面でも結構きついんですが、滑るラインを見てからというものスイッチが入り、ガンガン登っていけました。滑り降りるポイントまであと少し。到着。景色がやばかったです。
ープ。登り返して別の斜面も滑ったんですが、太陽が隠れてしまい斜面が全然見えなくて平行感覚がつかめなくて酔いそうでした。ここからは登ってきた緩い斜面を滑って帰ります。雪が深かったのでただただ後ろ足に乗って耐えるだけだと覚悟してたんですが、雪が軽く走ったので意外と気持ちよくターンできました。結構良かったね。めっちゃ良かった。想像以上。多分耐えるだけかな。ね。なんか春より楽しい。ちょこちょこ飛んできた。バインディングを外さずに、なんとか平らなところを越えようと思ったんですが、結局無理でした。ただ少しワンフットでスケーティングしたぐらいで、ほとんど上から下まで滑っていきました。このまま突入できる気がするな。ここから先の林間コースも結構楽しかったです。
最後までご視聴ありがとうございます。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。